JR バス、東北九時営業所は、かつて、岩手県九時市にあった JR バス東北の営業所である。九時営業所かつて運行していた、スワロー号専用塗装車これらの路線は、営業所廃止後2個営業所及び、森岡支店に移管された。白山、日吉循環線2007年2月、JR バス東北は九時地区で運行する、高速、都市間バスを除く、 全路線を2008年3月31日をもって廃止することを沿線自治体と岩手県生活交通対策協議会に申し入れた。沿線自治体からは路線存続の要望も出されたが、不採算路線の多い同地区の運行継続は難しく、2007年9月27日に該当路線の廃止届を提出。 翌2008年3月31日の運行をもって廃止された。九じ地区では市民バスのルネット九じとして、広野町では広野町営バスの一部区間を延伸して、それぞれ引き継いでいる。廃止後は敷地の一部が車販売店となっているが、それ以外のスペースをくじ白書として引き続き白樺号、スワロー号の待機所、乗務員宿泊所として使用しており夜間大白も、 設定されている。営業所建物はそのまま残され宿泊所として使用していたが、現在は解体され、乗務員宿泊に特化した建物に建て替えられている。また、9時営業所で勤務していた社員は、2個営業所などへ移動し勤務している。ありがとうございます。